バターンは、アメリカ海軍の教襲揚陸艦、ワスプ級教襲揚陸艦の5番艦、ミシシッピ州パスカグーラのインガルス造船所で建造された。バターンは、第二次世界大戦における、フィリピンのバターン半島における戦いにちなんで命名された。その名を持つ艦としては2隻目である。艦のスポンサー、元海兵隊司令官カール・イーマンディ・ジュニア、将軍の夫人。 リンダスローン・マンディは、アメリカ合衆国の名のもとに、そして、バターン半島での勇敢な戦いのもとに関に、命名を行った。バターンの命名式では、国防副長官ジョン・ P ・ホワイトが演説を行った。バターン半島の戦い及びその後の、バターン氏の更進から生還した者や、空母、バターンに関係した100名以上の退役兵が、命名式に参加した。 2005年のハリケーンカトリーナの上陸に先立ってニューオーリンズ沖に待機して8月30日より被災者に対する救援作業に参加したバターンの関西ヘリコプターは被災規模確認のための最初の飛行を行った続いて1600名以上の難民を輸送し被災地区に10万ポンド以上の積みに及び8000ガロンの真水を供給した艦は 84人の医学専門家からなる2つの飛行医療チームの基地として機能し、チームは被災地で救急医療を提供した。ありがとうございます。